サボってることがバレました。こんにちは、100円娯楽でーす。遡ること7月20日の出来事。この日は豊橋で一番でかい祭りの祇園祭りが開催されましたが、この次の日は100円娯楽ドンキホーテ握手会があったので、イベント前にサボって遊んでるところを視聴者さんにバレるわけにはいきません。なので僕は祭りには行かずに、大事なイベントのために万全の準備をして寝たいと思います。まあサボるのも仕事の一環ですよね。ということで、急遽お祭りで100円娯楽を探せを開催しましょう。すでに100円娯楽じゃねという声がしてきましたが、サボりがバレるわけにはいかないので気づいていないふりを続行。しかしここで根本的な問題が発生。そもそもお祭りプライスで100円で買える気配が全くございません。動画にしてるってことはどうせ最後に見つかるんでしょ的な期待をしてる皆さん、申し訳ございませんが、ないものはないのでおとなしく諦めてください。コロッケ1個ください。はい、ありがとうございます。お祭りの定番といえばコロッケですよね。ということで、日本一周に出ていた影響で久々に参加した豊橋祇園祭りは、100円娯楽にも優しいお値段でやってくれていましたと、イベント前に祭りを満喫した今日この頃でした。玉屋娯楽。